オランダ定作戦後、オランダ定置作戦後は、オランダ北東部で話されている西ゲルマン語群の、内定置ドイツ語に属する定作戦後の一方こと。他の定置ドイツ諸語と同様に、高知ドイツ諸語のように、第二次浸推を経ていない言語でもある。オランダ定作戦後という分類には、様々な異論がある。歴史的に見れば、オランダ定作戦諸方ことは、来た。 ドイツやデンマークに対して、オランダで話されてきた定作戦諸方ことに過ぎない。しかし、厳密に現在のみを見るならば、言語学者は、オランダ定作戦をオランダ語の編集に分類する。オランダ定作戦諸方ことのうちのいくつかは、ドイツで話される西定地ドイツ語の方言である、ベスト・ファーレン方言の特徴を持つ。オランダ定作戦語は次の編集からなる。以下はいずれも、 ISO639 から3では、独立した言語として扱われる。ほとんどの編集は、西部定作戦語に属する。フローニン語は、他のオランダ定作戦語と大きく異なっており、別に扱われても良い。東ン手語とアフターフーク語は、ベストファーレン方言群に属する。他のドレンテ語、ステリンウェルフ語、サラント語、ウワク語、ベリューエ語は、 かなり、オランダ語の影響を受けており、独自の回区分に分類されうる。ウワク語と日シベリューエ語は強く、オランダ語化されており、低ザ戦語ではなくてフランコニア語に分類するものも、いる。以上の方言の多くは17世紀のホランド語の拡張に影響を受けている。すべての方言は、新語の導入で、語彙的に、ドイツ語ではなく、オランダ語に依存している。 これら処方ことの書き言葉ではオランダ語の聖書法に基づいて書かれる。ありがとうございます。